こいくんです、はい、マックで話題の名前募集バーガーの名前をキングコングのお二人も考えてみてください、はい、あったな、知ってますか、これあったあった、今話題 の、うん、あの実際の名前はちょっと長い名前で、うんうんうん、いい名前つけてくださいと、うん、でこの名前が採用されたら140万円、はい、なのでこれ140万円のチャンスかもしれない、うん、得意じゃん、うん、これの名前を募集してはんの、そうです、ちょっとすみません冷めてますが、あの美味しいので味はこれね、ポテトでしょ、そうですそうです、写真ではポテトもうちょっとこう盛れるぐらいあるね、だ今一番熱いのがこれサギバーガーって言われて結構言われてんね、サギバーガーって言われてんね、ポテト天然バーガーとか、はい、サギバーガー、 あんな写真と違う、写真と全然違うから、これ要は何バーガーなの、ポテトベーコン、北海道のジャガイモとかチーズとか、うん、そういうのをしてるバーガーですね。北海道もしや、はい、ちょっとフルネームちょっと出しましょう、はい、なんか玉ねぎも入ってるんですよね、あーだからやっぱ本当に北海道よ、うん、でなんとかバーガー名前募集中、うん、やっぱあれじゃないの、インパクトある方がいいですよね、うん、もうだから僕の中ではもうバーガーとかつけんほうがいい、ああもはや、うん、何そうやね、いや意味なくてもいいよ、もうカタカタ、カタ、うん、正式名称一応言います、あ、あの今募集前ね、募集前、ああ決まる前ね、うん、北海道産ホクホクポテトとチェダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いたジューシービーフバーガーっていう名前なんです、ああなるほど、それが長い、インパクトがないって言われてもバーガーとかいらないねって思う、イメージでいいよ、なんそのなんか意味がなくてもいいから、そのカタカナで、うん、カタカナバーガーじゃん、エンジェルちょっともう食ったよ俺もう本当にボーベーみたいな適当なことなんか言うんかなと思ったら、うん、それエンジェルってさ、あわよくばみたいないや俺が昔組んでたバンドなんや誰がピンとくんの、あーってなった人な、誰がピンとくんのビジュアル系のお前コピーバンドしてたエンジェルでお前でもさ、うん、マジでバーガーいらんと思えへん、バーガーじゃない方がいい、バーガーじゃない方がよくない、うん、まあまあ新しいかもしれないですね、もうさ、例えばこんなのどうでしょうとか、どうでしょう、ああ、うん、どうでしょうね、北海道やから、うん、北海道やからであ、なるほどなるほど、水曜どうでしょう、はい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 、どうでしょう、なるほどみたいな、はいはいはい、なんかそういうのってよくない、あ地球、やっぱ地球、やっぱあかん、やっぱそう、やっぱエンジェルでかつまずいてる、勢いがつかない、なんかやっぱ偉いもんで、エンジェルでやっぱガンってつまずいてそうだな、ごめん、とりあえずエンジェル、エンジェルがあんまつまずいてる、ない。